君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、アパシ小学校であった怖い話、月曜日、今日からこちらをやっていこうと思います。こちら今スチームで配信されまして、でこれまでね、小学校であった怖い話実況できなかったんですけど、どうやら実況可能になったということでやっていこうと思います。すごい、なんかこの絵よく見るとすごいですけどね。この縄すごい首に絞められてなんか繋がってますけど、開始。朝の会。本当に完全な初見ですね。皆さん、おはようございます。月曜日の朝は大好きな学校に来られて嬉しいようですね。先生、包帯大丈夫かな？元気そうな笑顔に囲まれて、先生もすごく嬉しいです。うふふふふ。今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります。この6年6組に新しい仲間が加わることになりました。先週から新しい仲間が増えることは噂になっていましたから、皆さんも楽しみにしていたことでしょう。さあ、恥ずかしがらないで入ってきて、皆さんに自己紹介してくださいな。まずはみんなに名前を教えてあげましょう。坂上周一なんだね、そこはね。ただ、違う、モーソルプライムとさせていただきます。すいません、モーソルプライムさんでよろしいですか？はい、モーソルプライムさん、ようこそ鳴組学園小学校に。緊張してる？大丈夫よ、みんなとはすぐに仲良くなれるから。そういえば先生の自己紹介まだだったわね。先生の名前は百瀬マリエ。みんなはマリエ先生って呼んでいるわ。わからないことがあったら何でも相談してね。そうそう、ここでの生活を送る前に少し確認しておきたいんだけれど、もちろんこの学校に転校してくるからにはここの噂は知ってるんでしょ。そう、七不思議では片付けられないほどたくさんの不思議でいっぱいのこの学校の噂。そしてこの6年6組にはとても不思議で個性的な子供たちが集まっているのよ。そう、学校にまつわる不思議な話以上に個性的なの。その6年6組に転校してくるなんて、あなたはとっても運がいいわ。きっとあなたもこのクラスのふさわしい子なんでしょうね。先生楽しみだわ、ふふふ。あら、ひょっとして震えているの？もしかしてあなたは霊感が強い方？もうここの学校に潜んでいる不思議な者たちがあなたの噂を聞きつけてやってきたのかもしれないわね。歓迎されているのか、それとも彼らを怒らせてしまったのか、それはあなたが学校生活を楽しんでいくうちに自然とわかることね。それじゃあ先生から一つ忠告しておきます。いいこと？絶対にこの学校に眠る者たちを怒らせちゃダメ。バカにしたり適当にあしらっていると怖い目に遭うのはあなたの方よ。この学校ではね、よく生徒が行方不明になってしまうの。それはね、彼らを怒らせてしまったから。え、彼らって誰のことかって？うふふ、それはね、すぐにわかるわ。あなたが会いたくなくたって向こうから会いに来てくれるはず。ここはね、そういう学校なの。まさかもう転校したくなったなんて言わないでね。みんなあなたのことを楽しみに待っていたんだから。うふふ、ようこそ鳴神学園小学校に。6年6組はあなたの転校を心から歓迎します。せいぜい生き残ってくださいね。怖っ。怖っ。急に何？急に何？最後の一文に全てが入ってますね。朝の会怖っ。こんな怖い朝の会ある？転校初日でしょ？やだな。だけど1時間目家庭科。どんくらいの長さのゲームなのかもちょっとよく分かってないけど。はじめまして、モーソルさん。噂の転校生さんと最初にお話ができるなんて光栄だわ。あなたのことは随分と噂になっていたのよ。自分からこの6年6組を選んだそうじゃない。選べるんだね、学校の組って。随分と勇気があるのね。勇気があるのはいいけれど、怖いもの知らずもほどほどにね。この学校ではそんな気持ちでいると命がいくつあっても足りないから。私ね、戸浦愛理っていうの。よろしくね。私が笑ってる？何か楽しいことがあったのかって？ふふ、だって月曜日の最初の授業は家庭科だもの。想像しただけで楽しくなってしまうわ。モーソルさん、家庭科は好き？私は大好きだわ。特にお裁縫、お裁縫。そうなんだ。そう、今日はね、そのお裁縫の授業なのよ。お裁縫苦手でしたね。糸通しができなかったね、いつまでもね。そう、今日はね、そのお裁縫の授業なのよ。今時手縫いなんて面倒とか、ミシンがあるんだから覚える必要ないとか、そんなことを言う人がいるけれど、まさかあなたはそんなことを言う低レベルの人間じゃないでしょう。もう低レベルって言われちゃったらもう言えないよね。針と糸を使い、自分の手で何かを生み出す。
それってとても素晴らしいことじゃなくて、自分の手で新しい命を生み出す。そう、まるで神様になった気分。だから私はお裁縫が大好き。そうよ、私はね、自分の手で人形を作ることが大好きなの。もちろん作るだけじゃないわ。人形が大好きなの。人形を見ているだけで幸せになれるわ。だからね、私のお家はお人形でいっぱいなの。そうだ、今度私のお家に遊びにいらっしゃいよ。素敵なお人形に囲まれた私のお家。たくさんのお人形たちを紹介してあげるから。日本人形、フランス人形、キャラクタードール、可愛らしいぬいぐるみだって立派なお人形よ。こけしだってお人形だし、畑や田んぼに突っ立っているかかしだって人形よ。それに、道路工事で立っている人形や、おまわりさんの代わりに立っている人形だっているわ。まあ、それも人形といえば人形だとか。ねえ、そう考えると人形って私たちの生活に欠かせないものだって思わない？人形は私たち人間の一番の友達。そう考えたっておかしくないわよね。あなたは、お友達は大事？大事よね。お友達のこと、裏切ったりしないでしょ。だから私も人形のこと、裏切ったりしないわ。今、ひょっとして私のこと笑った？まさか、人形は特別じゃないって思ったりした？そんなことを考えていると、あなた、人形に殺されるわよ。私の言っていること、おかしいかしら。モーソルさん、人形の怖さ、知らないのね。人形はね、生きているの。信じていないの。人形にはね、心があるの。だから大事にすれば、人形にもそれが伝わるわ。逆に冷たくすれば、人形も悲しむのよ。信じない。私の話、信じられない。そう。だったらこんなお話をしてあげる。怖い話絶対始まるな。これは、もう20年以上前のお話。この6年6組で実際に起こった話よ。20年以上前の6年6組なんだね。そんな因縁が。昔、この学校に安西ゆきって女の子がいたの。元気で、スポーツが大好きな子だったわ。彼女にはね、とても仲良しのお友達がいたの。彼女の名前は佐山みのり。おとなしくてね、あんまりスポーツは得意じゃなかった。いつも静かで、自分から喋る子じゃなかったの。でもね、ゆきちゃんとは仲良かったの。めったに笑わないみのりちゃんだったけれど、ゆきちゃんと話すときはとても嬉しそうだったわ。いつも二人は一緒だった。正反対の性格だったのにね。ゆきちゃんは性格も明るいし、スポーツも得意だったから、みんなの人気者だった。だからお友達はたくさんいたわ。周りからみんなが集まってきたのよ。それに比べ、静かでおとなしいみのりちゃんには、お友達はゆきちゃんしかいなかったの。ううん、ごめんなさい。違うわね。もう一人、仲のいいお友達がいたわ。みのりちゃんが小学校になる前からのお友達。それはね、おしゃべり人形のももちゃん。おしゃべり人形って知ってるでしょ。今は音声認識って言って、私たちの話を聞いて、受け答えをしてくれるぐらい発達しているけれど。20年以上も前のお人形は、ボタンを押すと、いくつかの言葉を話す程度のものだったわ。話す言葉は、おはよう、おやすみなさい、一緒に遊ぼう、大好きよ、ぐらい。それでも、みのりちゃんはおしゃべり人形のももちゃんが大好きで、いつも一緒だったわ。学校にまで持ってきていたのよ。もちろん、お人形を学校に持ってくるなんて禁止されていたわ。それでも、片時も離れたくなかったのね。内緒でこっそりバッグに忍ばせてきたの。それがね、何時だったかクラスのみんなに見つかっちゃったんだって。それでみんなにバカにされて、ももちゃんまで取り上げられて、みのりちゃんは涙が止まらなくなってしまったの。でもね、人間って残酷よね。そんなみのりちゃんの様子を見て、みんなはさらに興奮したのか、男子はももちゃんでキャッチボールをしたり、サッカーしたり、ついにはももちゃんの首を引き抜こうとしたの。大変なことするな。小学校ってそういう残酷なとこあるよな。女の子たちもその様子をケラケラ笑いながら楽しそうに見ているだけ。みのりちゃんはみんなに押さえつけられ、どうすることもできなかった。やめなさいよ。その時、男たちの間に入って、ももちゃんを助ける人がいたの。そう、それがゆきちゃん。あんたたち最低、恥ずかしくないわけ。そう言って、みんなを睨みつけたの。すると、それまで威勢よくわめき散らしていたみんなは、突然我に返ったように顔を見合わせ、シュンと首をすくめると、すごすごとその場からいなくなった。みのりちゃん、一人残してね。大丈夫？はい、お人形。ちょっと汚れちゃったね。ゆきちゃんは、取り返したももちゃんの汚れをパタパタ叩くと、みのりちゃんに差し出した。
一緒に遊ぼう。その時、ももちゃんが喋ったのよ。きっと、ゆきちゃんは知らないうちに、ももちゃんのおしゃべりボタンを押しちゃっていたのね。ももちゃんの言葉を聞いて、二人は一瞬びっくりしたけれど、すぐに笑い合った。そして、一緒に遊んだの。それからよ、二人が仲良くなったのは、人形のももちゃんが取り持つ縁、みのりちゃんがずっとももちゃんのことを大事にしていたから、きっと人間のお友達ができるようにしてくれたのね。どう？人形にも心があること、分かってくれた？愛すれば、相手も愛で応えてくれる。人形には、ちゃんと心があるの。まだ、私の話を信じていないの。その目は、私の話を信じていない目だわ。そうよね。人形が生きている。人形に心があるなんて言っても、なかなか分かってもらえないわよね。それじゃあ、続きを話してあげるわ。え、そうよ。ゆきちゃんとみのりちゃんとももちゃんの3人のお話は、これで終わりじゃないわ。そんな事件がきっかけで仲良くなったゆきちゃんとみのりちゃん。趣味も性格も違う2人だったけれど、なぜか気があったのね。それでも、みのりちゃんはももちゃんを片時も離さなかったわ。偉いわよね。彼女は人形が命を持っていることを知っていたんでしょうね。だってももちゃんにはみのりちゃんしか友達がいないのよ。いくら新しい友達ができたからって浮気をしたらダメ。そんなことをしたら人形に恨まれてしまうわ。人形は怖いのよ。人形を怒らせたらどんな復讐が待っているか考えただけでもゾッとするわ。だからゆきちゃんとみのりちゃんとももちゃんはいつも一緒。でもそんな楽しい日々も終わりがやってくる。神様って残酷。幸せな人間を不幸にするのが趣味なのかしら。みのりちゃんがやっと手に入れたささやかな幸せを神様は簡単に奪い去ってしまうんですもの。お父さんの仕事の都合でゆきちゃんが突然引っ越してしまうことになったの。6年生になってすぐのことよ。どうせなら卒業まで待ってくれればいいのに。ゆきちゃんのお父さんが何の仕事をしていたのか知らないけれど、本当に意地悪な会社だわ。みのりちゃんは寂しがったわ。やっとできた友達だったんですもの。なのに、それが突然、引き裂かれてしまう。ゆきちゃんも寂しかったと思う。でもね、それ以上に腹の立つことがあったの。それは、ももちゃん。ゆきちゃんの引っ越しが決まってからというもの、だんだんとみのりちゃんは、ももちゃんを可愛がるようになったわ。今まで以上にね、それが、ゆきちゃんには面白くなかった。だってそうでしょう。自分とはもう離れ離れになってしまう。でも、ももちゃんとはずっと一緒にいられる。それなのに、自分との別れを惜しむどころか、人形を大切にするなんて。自分が引っ越してしまうから、また人形に気持ちを奪われてしまった。これじゃあまるで、離れ離れになるのは自分じゃなくて、ももちゃんみたい。私より人形が大事？私は人形以下。そう思うと、悔しかった。まあ、要するに、やきもち。人形にやきもちを焼くなんて、おかしい。ちっともおかしくないわ。だって、さっきから言ってるでしょ。人形は生きてるんだって。でも、ほとんどの人はそんなことを信じない。かわいそうに、ゆきちゃんもそういう人だったのね。自分よりも人形なんかを大事にするみのりちゃんが嫌いになった。そして、それ以上にももちゃんのことが嫌いになった。だから、ちょっとしたいたずらを思いついたの。それは、ゆきちゃんの最後の登校日に起こったわ。引っ越し前の最後の授業。いつもと同じ学校生活だけれど、何もかもが心に刻まれる一日。当たり前の出来事が当たり前でなくなる一日。ゆきちゃんにとって、また仲良しのみんなにとっても、それはとても大事な思い出深い一日だった。昼休みが終わり、午後の授業はゆきちゃんのお別れ会になったわ。みんなが手紙を書いて、ゆきちゃんに渡した。でもみのりちゃんは手紙をくれなかった。一番の仲良しだったはずなのに、手紙を用意していないなんて信じられない。それには、みんな驚いたわ。でも、ゆきちゃんの最後の日だから、みんな、みのりちゃんを責めるようなことはなく、何事もなかったようにお別れ会は続けられたわ。最後に全員で記念写真を撮って、名残を惜しんだ。涙ぐんで別れを惜しむ子がほとんどだった。でもみのりちゃんは、うつむいて押し黙っているばかりで、本当に別れを悲しんでいるのかどうかわからなかった。それが、ゆきちゃんには余計腹立たしかった。別れの手紙をくれないばかりか、何も喋ってくれない。一体どういうつもりなんだろう。許せない。みのりちゃんは許せない。それがいたずらを実行させる一押しになったのね。ええ。みのりちゃん、一緒に帰ろう。今日で最後だけれど。
ゆきちゃんはいつものように何食わぬそぶりでみのりちゃんを誘ったわ。本当は腹が立ってムカムカしていたのを隠してね。ゆきちゃんの言葉に黙ってうなずくだけで、帰り道もみのりちゃんは何も言わずに黙っていた。もう互いのモヤモヤが今すんごい溜まってる状態ってことですよね。怖。普段からほとんど話すことはなかったけれど、その日は本当に一言も喋らなかったわ。校舎を後にして大きなグラウンドを横切り、そして校門に差し掛かった時、ゆきちゃんはふと足を止めたわ。そうだ、私みのりちゃんに渡そうと思って用意したプレゼントがあったんだ。教室に忘れてきちゃったから取ってきてくれる？教室？不思議そうにみのりちゃんは首をかしげた。教室のどこ？多分私の机。机の中だと思う。あれ、ロッカーだったかな。とにかく探して。みのりちゃんへの大事なプレゼントだからよく探して。不自然だよね。つい自分でね、忘れ物をしたから取ってくるって言いそうなところをわざわざ行かせるっていう。もちろんそんな話は嘘だった。でもみのりちゃんはゆきちゃんの言葉を信じた。うん、わかった、そう答えてももちゃんの入っているバッグに手をかけようとした時、バッグは置いていって、とにかく急いでいてよ、何も持たなくていいから。うん、わかった。ゆきちゃんの慌てた素振りに驚いたけれど、みのりちゃんは言われるがまま校舎の中に消えていったわ。そこは素直なんだね、みのりちゃん。ゆきちゃんはみのりちゃんが見えなくなるのを確認すると、急いで彼女のバッグのチャックを開けた。そこにはももちゃんがしっかりと収まっていたわ。この人形がいなければみのりちゃんは最後まで私と仲良くしてくれた。こいつのせいだ。あ、そうなるの。こいつさえいなければ私たちはずっと仲良しでいられたのに。ゆきちゃんはももちゃんが憎くてたまらなかった。急いで人形を取り出すと、グラウンドの隅にある柳の木に向かったの。一番大きな柳の木、あなたはまだ知らないかな。転校してきたばかりだし。あの木にはね、いろんな不思議な言い伝えがあるの。でもその話はまた今度。それに私よりも詳しい誰かが話してくれると思うから。学校に出てきた柳の木かな。柳だっけあれ。その柳の木にはね、大きな祠があるのよ。祠？穴か。子供が一人隠れてしまえるほどの大きな穴がね。小学6年生までは手が届かないほど高いところにあるんだけれど、背の高い大人ならちょっと背伸びすればなんとか手が届くほどの場所よ。ゆきちゃんは木登りが得意だったから、すでに穴の中は確認済みだったの。だから戸惑うことはなかったわ。柳の木の下にたどり着くと、急いでももちゃんを穴の中に投げ込んだの。ももちゃんは宙にふわりと舞い上がり、ゆっくりと穴の中に吸い込まれていったわ。ゆきちゃんの心臓はドキドキしていた。自分の心臓の鳴る音が聞こえるほどドキドキしていたの。いつの間にか体中汗でびっしょりだった。今ならまだ引き返せる。木によじ登ってすぐにももちゃんを取り出してバッグの中に戻せば、何事もなかったようにやり過ごせる。ゆきちゃんは一瞬でもそう思ったかな。悪いことをした後、誰だって罪の意識は感じるでしょう。通常の神経の持ち主ならね。でもゆきちゃんが引き返すことはなかった。ゆきちゃんは急いでその場から離れるように一目散に走り去ったの。教室に向かったみのりちゃんを置き去りにして、そのまま逃げ帰ったの。はあ。でもそうするとね、みのりちゃんがね、怖かったんじゃないかしら。やっぱり自分が悪いことをしたって感じていたんでしょうね。だから早くその場を離れたかった。その後みのりちゃんがどうなったかなんて少しも考えなかった。まあ戻ってくるよね、普通に。そして数時間後には自分の知らない新しい土地にいたわ。新しい土地、新しい環境、新しい商店街、新しい家。こんな数時間で数時間でもう移動終わっちゃうんだ。そして新しい学校、新しい友達。ゆきちゃんのドキドキはすぐに消えていった。新しい学校で新しい友達はすぐにできたわ。人形と話をするようなおかしな子は一人もいなかった。みんな普通の友達ばかり。ゆきちゃんはみのりちゃんに引っ越し先を教えなかったの。だからみのりちゃんを忘れていっても思い出すことはなかった。そしていつの間にか学校を卒業し大人になった。長い年月が経ち、ゆきちゃんは結婚して可愛らしい女の子を産んで幸せな生活を送っていたわ。その幸せは結構長く続いたんじゃないかしら。人のことを考えずにその上に築き上げた幸せ。怖いわよね。
人間は悪いことをすぐに忘れることができる生き物だから。幼い時から長い時間を共に過ごしたモーちゃんを奪われ、捨てられたみのりちゃんの気持ちなんて考えなかったのかしら。考えなかったんでしょうね。だって幸せになったんだから。たとえ考えたにしても悪いことをしたって気持ちはなかったんでしょうね。で、モーソルさんはそういう思いはないかしら。忘れてしまったあなたの罪。本当は人を傷つけているのに、そんなことは忘れてしまい、他人の不幸の上に気づいた幸せを満喫しているなんてこと。別にいいのよ。それが普通の人間だから。でもね、覚えておくといいわ。そういう幸せは突然終わりを告げる。そしてその瞬間、人は思い出すの。自分の犯した罪を。そしてその時、恐れ、怯えるのよ。自分の犯した罪に押しつぶされそうになり、後悔するの。ゆきちゃんもそうだったわ。幸せは突然終わってしまったの。突然、旦那さんの仕事の都合で引っ越すことになったの。そう、昔暮らしていたこの土地に戻ってくることになったの。そして、小学生の娘は転校することになったの。なるほど、この鳴神学園に。運命って面白いでしょう。でもその後のね、みのりちゃんがまだ謎なまんまだもんな。自分の子供が鳴神学園に転校するという現実を考えたとき、ゆきちゃんはすべてを思い出したの。みのりちゃんのこと、そしてももちゃんを盗んで木の穴に隠してしまったこと。それを考えると自然と体が震えたわ。小学生の絶えもないいたずら。でもそれがとても残酷だったことにゆきちゃんは気がついたの。みのりちゃんはどんなに悲しいんだろう。プレゼントがあるなんて嘘をついて、そのまま行方をくらましてしまった自分。あれから一度も連絡を取っていない。その町に戻ってくる。みのりちゃんは今もいるだろうか。もし謝れば許してくれるだろうか。そんな勝手な思いがゆきちゃんの頭の中をぐる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 駆け巡ったの。でも謝る勇気はなかった。とても怖かったから。きっと謝っても許してもらえないだろう。許してもらえるどころか逆に何をされるかわからない。ひどい復讐をされるはずだ。そんなことを勝手に決めつけ、それからの毎日をビクビクしながら過ごしたの。そんな思いをよそに引っ越しの準備は進められていった。そして娘を連れて鳴神学園に転校の手続きをする日がやってきた。ゆきちゃんは震える足で学校にやってきた。もう授業は終わり、すっかり放課後になっていた。さすがに20年前とは学校の様子は変わってしまっていたけれど、それでも至るところに面影はあったわ。校門横の校長の銅像、水飲み場、大きなグラウンド、そしてあの柳の木。ゆきちゃんはできるだけ視界からあの柳の木をそらすようにして早足で職員室に向かったわ。職員室では昔自分が通っていた頃の先生が何人かいた。特に転校するときに担任を務めてくれた先生が教頭先生になって学校に残っていたのには驚いたわ。ゆきちゃん大きくなったわね。教頭先生の優しい笑顔は怯えと恐怖で固められていたゆきちゃんの心を少しずつ溶かしてくれた。そして懐かしい話をするたびにあの頃の楽しかった日々を少しずつ思い出していったの。そうだみのりちゃん覚えている？あ、そうだみのりちゃん覚えてる？楽しい会話、懐かしい思い出、それを一気に消し去る教頭先生の一言だった。ほら、あなたととっても仲の良かった佐山みのりちゃんよ。いつも人形を大事にしていたでしょう。ゆきちゃんは何も言えなかった。ただ黙って教頭先生の話を聞いていた。あなたが転校した日、ちょっとした事件があったのよ。あのことだ。私がももちゃんを盗んで隠してしまったこと。ゆきちゃんは体の震えが止まらず、口から心臓が飛び出してきそうなほど息苦しくなった。実はね、あの日、みのりちゃんが大事にしていたお人形がなくなってしまったの。そう話す教頭先生の目は、まるでその犯人がお前だと言いたそうに見えたわ。怖いね。すべてを知っているぞと言いたげで、この場ですべてを白状した方がどんなに気が楽かもしれない。ゆきちゃんはそんな思いを巡らせながらも何も言えず、金魚のようにただ口をパクパクさせるだけだった。まあズバリで言うね、図星なことを言われてしまったから。どこを探してもお人形が見つからないの。バッグに入れていたって言うんだけれど、校門に置き忘れられたバッグの中には人形はなかったし、まるで消えてしまったかのように人形がなくなってしまったのよ。言ってしまおう、正直に言ってしまおう、何度もそう思いつつも、
ゆきちゃんはまるで言葉を忘れてしまった人形のように何も言えなくなっていた。それでね、日が落ちるまで残っていた先生たちと探したんだけれど、人形は見つからなかったの。また明日探しましょうってなだめたんだけど、嫌だって言って聞かないのよ。あんなに強情なみのりちゃんは初めてだったわ。みのりちゃんが何よりも大事にしてきたももちゃん。教頭先生の話を聞いて、今更ながらに自分の犯した過ちの大きさに気づかされた。それでね、話を聞いてみたの。するとあの人形は、あなたにあげる人形だって言うじゃないの。え？教頭先生の言葉に、ゆきちゃんは耳を疑ったわ。私にくれる人形？そう。一番大事なお友達が自分のことを忘れないように、一番大事なお人形をプレゼントするんだ。だから、あなたが引っ越す前に、どうしても見つけなければいけないんだって、泣き止まないの。うーわ。きつい。きついね、これは。そっか。その思いに感動して、私たちも一生懸命探したんだけれど、どうしても見つからなくってね。それで、ゆきちゃんの頭の中は真っ白になった。自分の引っ越しが決まった時、みのりちゃんはあんなに大事にしていたももちゃんをくれようとしていたんだ。いつも以上にももちゃんを見つめ、大事にしていたのは、ももちゃんとの最後の別れを惜しんでいたんだ。ももちゃんにいつも小さな声で話しかけていたのはそのためだったんだ。みのりちゃんは自分を一番大事にしてくれていた。私に一番大事なものをプレゼントしてくれようとしていた。それほど私のことを考えてくれていたんだ。それなのに、自分はなんてひどいことをしたんだろう。なんて取り返しのつかないことをしてしまったんだろう。それから、教頭先生がいろいろなことを話していたけれど、何を喋っていたのか全く耳には入ってこなかった。それよりも、ゆきちゃんが考えていたのはただ一つだけ。謝らなきゃ。たとえ許されなくてもいい。どんなに罵られてもいい。ひどいことをされてもいい。自分にできるのは正直に全てを話して謝ること。いつの間にか教頭先生の話は終わっていたわ。最初と同じように笑顔で何やら別れを告げ、職員室から送り出された。ゆきちゃんは娘の手を引き、おぼつかない足取りですっかり夕暮れ時になった校庭を歩いたわ。お母さん、泣いてるの？ゆきちゃんの手を握っていた娘が心配そうに声をかけたわ。その言葉でゆきちゃんはふっと我に返ったの。ううん、大丈夫。ママは泣いてないわ。その時、ゆきちゃんの目に小さな女の子の姿が映ったの。校庭の隅で一人で遊んでいる女の子。そして、その女の子の腕には何かが抱かれている。誰だろう、こんな時間に。まだ学校に残ってるなんて。目を凝らしてその女の子の様子をよく見ようとして、ゆきちゃんは驚きで言葉を失ってしまった。みのりちゃん。みのりちゃんだ。そこで遊んでいたのは、紛れもない20年前のみのりちゃんだったの。そしてみのりちゃんが大事そうに抱きかかえていたのはももちゃんだった。ありえない。幽霊？まさかみのりちゃんは死んでしまったんじゃ。そう思うが早いか、ゆきちゃんはみのりちゃんに向かって走っていたわ。ママ！娘が驚いて叫んだけれど、ゆきちゃんはその声に構っているどころじゃなかった。謝らなきゃ、謝らなきゃ、謝らなきゃ。ゆきちゃんが近づくと、みのりちゃんの姿はふっと消えてしまったわ。やっぱり幽霊。暗くて見失ってしまった。あたりを見回すと、そこはももちゃんを隠した柳の木がある校庭の隅だったの。近くで見ると、あの柳の木は一層大きくなっていた。そしてあの穴もぽっかりと大きな口を開けていたわ。そうだ、ももちゃんはどうなったんだろう。まだあるかどうかわからないけれど、ももちゃんをこのままにしておくのはかわいそうだ。ゆきちゃんはなんとか祠に手が届く位置までよじ登り、薄暗い穴の中に手を差し込んだわ。中は落ち葉がいっぱい溜まっていてガサガサしていた。思っていたよりも穴の中は深く、あたりを探っても人形のようなものには触れなかった。もう20年以上も前のことだ。やっぱり亡くなっているのかもしれない。それでも自分の目で確かめたくて、ゆきちゃんは木の幹に足をかけ、もう少しよじ登って穴の中を覗いたの。薄暗い穴の中は落ち葉でいっぱいだった。そして奥は暗闇に包まれていて、まるでどこまでも続いていそうなほど深かった。どんなに手を伸ばしてもとても奥までは届きそうになかった。やっぱりなくなっている。そう思った時、奥の方に何やら足のようなものが見えたの。
あった。あの時の穴の中に放り投げたから、きっと一番奥まで行ってしまったのだろう。ゆきちゃんはさらに背を伸ばし、足の上に埋もれている木の葉を払いのけたの。木の葉の隙間には汚れでボロボロになった布切れが見えたわ。それは確かに見覚えのあるももちゃんの服だった。さらに木の葉を払い、ゆきちゃんはももちゃんの足をつかみ、こっちへ引っ張り出そうとしたの。え？でも、ももちゃんの足をつかんだ瞬間、その感触に違和感を覚えたの。固く、冷たいプラスチックの人形の足。でもこれは違う。生温かい。そして柔らかい。まるでこれは人間の足。何か嫌な予感がしたものの、ゆきちゃんは思い切りその足を引き寄せた。なんか嫌な予感しかしないな。いやー、この葉の中から現れたのはももちゃんじゃなかった。それはももちゃんの服を着たゆきちゃんの娘だったの。ん？ボロボロのももちゃんの服を羽織るようにした自分の娘が穴の中で横たわっていたの。え？ゆきちゃんはあまりのショックで木から落ち、そのまま後ろに倒れ込んだ。え？地面に強く頭を打ち、その痛みに頭を押さえつつ起き上がろうとした瞬間、自分の上に娘が落ちてきた。その重みを全身で感じるも、すでに娘は息をしていなかった。死んでしまったの。ゆきちゃんは何が起こったのかさっぱりわからなかった。だってさっきまでいたんだもんね、一緒にね。え？ただわかるのは目の前で起きていること。自分の娘の死体が自分の体の上に乗っかっていること。意識が朦朧とし、ゆきちゃんは起き上がることはできなかった。そして、そのままばったりと後ろに倒れ込んだとき、自分の枕元に小さな足が立っているのが見えたの。娘？違うわ。それは娘の服を着た、薄汚れたももちゃん。ところどころ顔のプラスチックがひび割れ、今にも片目が落ちそうになっている壊れかけた人形。その人形が枕元に立って、ゆきちゃんを見下ろしているの。うわ、怖い、何それ。そういうのしてくるの。怖いわの。ももちゃんが壊れかけたテープのような声で喋ったわ。そしてそのまま、ゆきちゃんの意識は遠のいていったの。人形はね、生きているの。人形はね、容赦なく復讐してくるのよ。あなた、これでも人形の恐ろしさを信じない？人形にも、人間と同じように心があること、信じないかしら。でも安心して。人形はね、人間ほどひどい生き物ではないわ。この話はね、まだ終わらないの。あ、ちゃんと起きるんだ。ゆきちゃんが目を覚ましたのは病院のベッドだった。私、生きてるのかしら。ゆっくりと目を覚ましたゆきちゃんは、ぼーっとする頭でそんなことを考えたわ。ママ、ぼんやりと白い天井を見ると、突然小さな手が抱きついてきたの。マナちゃん。ゆきちゃんは驚いて小さく声を上げたの。抱きついてきたのは、ゆきちゃんの娘だったから。え？あ、だから夢？うん。これは夢？やっぱり、私は死んでしまって、夢を見ている。違う。この感触は夢じゃない。私は死んでいない。なら、柳の木の下で体験した出来事は何だったんだろう。私は、あそこで不思議な夢を見たんだろうか。その時、病室のドアが開いて、誰かが入ってきたの。それは、小さな女の子だった。大事そうに人形を抱えた。みのりちゃん。思わずゆきちゃんは息を呑んだ。でもそんなわけないもんね。そこに立っていたのは紛れもなくみのりちゃんだった。昨日柳の下で見かけたのはこの子だった。やっぱりここは死後の世界なんだろうか。あら、気がついたみたいね。人形を抱えた女の子の後ろからひょこっと一人の女性が顔を覗かせたの。その女性はゆきちゃんを見ると嬉しそうに微笑んだわ。ゆきちゃんはその女性のことは知らなかった。でも懐かしい。彼女にはどことなく面影がある。あなた、みのりちゃん？そうよ、久しぶりね、ゆきちゃん。またこの町に戻ってきたんだってね。嬉しいわ、私。また仲良くしてね。ごめんなさい、ごめんなさい、私。みのりちゃんの元気な姿を見て、また優しく言葉をかけてくれる声を聞いて、ゆきちゃんの目からは大粒の涙がポロポロこぼれたわ。昨日ね、教頭先生から電話をいただいたの。ゆきちゃんが戻ってきたって。それで懐かしくて会いたくなって私も急いで向かったんだけど、びっくりしたわ。学校に着いたら校庭であなたが倒れているんだもの。そのそばでうちの娘とあなたの娘がびっくりして泣いているし、もう大変だったんだから。そう言ってキラキラ笑うみのりちゃんに、あの頃の静かで暗い印象はなかった。
話を聞くうちに、みのりちゃんの娘も鳴神学園に通っていることが分かったわ。あんな遅い時間に一人で校庭にいたのは、これから来るお母さんを待っていたのね。その姿を見て、ゆきちゃんはみのりちゃんと勘違いしたの。だから、昨日ゆきちゃんが校庭で体験した恐ろしい出来事は、罪の意識が生んだ幻覚だったのかもしれない。人間はね、強く思い込むことで、ありえないものを作り出してしまう生き物なのよ。みのりちゃんとももちゃんに対する強い謝罪の気持ちと、偶然みのりちゃんとうり二つの娘を見かけてしまったことが重なり合って、あんな幻覚を見てしまったのかもしれない。それとも、人形が見せた、ちょっとしたいたずらだったのかしら。それでもゆきちゃんには、まだ気になることがあった。そう、みのりちゃんの娘が抱いている、お人形のももちゃん。その人形。ゆきちゃんは、恐る恐るももちゃんを指さしたわ。ああ、ももちゃん、私のお下がりなんだけど、娘が気に入っちゃって話さないの。まるで、あの頃の私みたいでしょ。笑っちゃうわね。あははは。は。そう言って、みのりちゃんは本当におかしそうに笑って、話を続けたわ。大事にしてるからかな。ほとんど汚れないのよね。もう20年以上前の人形に見えないでしょ。あ、ってことは見つかったんだ。確かにそうだ。よく見ると、あの頃のももちゃんとほとんど変わっていない。突然、それまで楽しそうに笑っていたみのりちゃんが、顔をしかめ、声を潜めたの。それがね、ちょっと不思議なことがあるの。実はゆきちゃんが引っ越した日、ももちゃんがいなくなっちゃったの。私教室に行って、ゆきちゃんがくれたプレゼントを探してね。ごめんなさい。ゆきちゃんは、ベッドの上でとっさに謝った。すべて嘘。ももちゃんを隠すために仕組んだ、ゆきちゃんの嘘。だから、プレゼントなんて見つかるわけない。そう。あ、もう、みのりちゃんには、バレている。すると、みのりちゃんは不思議そうな顔をして、すぐに首を横に振ったの。いいのよ、そんなに謝らないでよ。私、あのプレゼントすごく気に入ってたんだからさ。え？ゆきちゃんの机の中を探したら、筆箱があったの。かわいいピンクの筆箱。いつもゆきちゃんが使っていた筆箱。ゆきちゃんは、あの筆箱を私にくれたんでしょ？その気持ちが嬉しかったな。私、ゆきちゃんに仲良くしてもらえたんだって、本当にそう思ったもの。ピンクの筆箱？そういえば引っ越した時、それまで使っていたピンクの筆箱がなくなっていたような気がする。大して気にも留めていなかったから、今まで忘れていた。そうか、机の中に忘れていたんだ。それなのに私ったらさ、あの頃は本当に引っ込み思案で、無口だったでしょ。あの時ね、ゆきちゃんにお別れの手紙を書いていたの。でもね、これを渡すと、もうゆきちゃんはいなくなっちゃうって思ったら、渡せなくなっちゃって。子供よね、そんなこと考えてたなんて、私ってバカね。あははは。話を聞けば聞くほど、みのりちゃんのゆきちゃんに対する思い、優しさが伝わってきたわ。それに引き換え、自分はなんて卑怯でバカだったんだろう。ゆきちゃんは、自分が情けなくて悲しくなった。実はね、私もプレゼントを用意していたの。ももちゃん人形。私のこと忘れないでほしいから、私の代わりだと思って、ももちゃんを大事にしてほしかったの。だから筆箱を見つけたとき、急いで校門に行ったんだけれど、もうゆきちゃんいなくなっちゃってて。ごめんなさい、私。真実を告げようとしたゆきちゃんの口に手を当て、みのりちゃんは遮った。いいの、わかってるわ。ゆきちゃんも、私と別れるのが辛かったんでしょ？だからプレゼントがあるって言い残して、いなくなっちゃったのよね。違う。そうじゃない。私はみのりちゃんが思うような、いい子じゃない。ゆきちゃんは、みのりちゃんの話を聞いて、ただ首を横に振るだけだった。だから罰が当たったのかな。ももちゃんがいなくなっちゃったの。そう言って、みのりちゃんはちょっと遠い目をした。そして、すぐにゆきちゃんを見つめ、謝ったの。謝るのは私の方だわ。私ね、ゆきちゃんがももちゃんを持って行っちゃったかもしれないって思ったの。私さ、手紙もあげなかったからさ。きっとゆきちゃんは怒っただろうな。だから、ももちゃん持って行っちゃったのかもなって。そしてみのりちゃんは、ゆきちゃんの手を取り、しっかり握りしめた。でもね、思ったんだ。ゆきちゃんがももちゃんを持って行ったのは、私の思い出が欲しかったのかもしれない。ゆきちゃんも、私を大事に思ってくれているんだろうって。まあ、私の勝手な思い込みなんだけれどね。そう言って、みのりちゃんは少し恥ずかしそうに照れた。それがさ、私の勘違いだったの。あの日ね、たくさんの先生が学校中を探してくれたんだけれど、ももちゃん見つからなかったのよ。でも次の日、学校でカバンの中を探したら、入っていたの、ももちゃん。え？え？みのりちゃんの一言に、ゆきちゃんの心臓は凍りつきそうだった。ももちゃんが、一人で、戻ってきた。人形って、大事にすると命が宿るって言うじゃない。
ももちゃんはゆきちゃんと私の仲を取り合ってくれた大事な人形。それなのにゆきちゃんに最後の手紙も渡せなかった私のことを怒って家出しちゃったのよ。でも一日で許してくれたんだね、きっと。だからまた私のところに戻ってきてくれたんだね。そう言って娘が大事そうに抱えているももちゃんの頭を優しく撫でたわ。違うの、私ね。ゆきちゃんが喋ろうとしたのを今度はさっきよりも強い態度でみのりちゃんは制した。いいの、何も言わないで、何も謝らないで。私ね、本当にゆきちゃんのこと好きだったんだよ。私なんかと仲良くしてくれて本当に嬉しかった。あの時さ、何があったかなんてもういいよ。なんか分かってそうだね。子供の考えることだもの。あの頃はあの頃で一生懸命考えて頑張って一番だと思う答えを出したんだもの。うん、それでいいんだよ。そういうみのりちゃんの言葉はね、ゆきちゃんに対してではなく、まるで自分に言い聞かせているようだったわ。そしてまた笑って言ったの。あのさ、ゆきちゃんの娘のまなちゃん、5年6組なんだってね。私の娘も5年6組なの。きっと教頭先生が気を利かせてくれたのよ。ほら、アイリ、挨拶して。アイリ、まなちゃんと同じクラスなんだから、わからないことがあったら教えてあげてね。私のお母さんは結婚してトウラになったの。トウラみのり。これはね、1年前の話よ。1年前、私が5年生だった時に体験した本当のお話。まなちゃんとはそれ以来仲良しだわ。まなちゃんも6年生になった時、同じクラスになれたから6年6組よ。ねえあなた、ももちゃんに会いたい？ええ、私は今もももちゃんと一緒にいるわ。お母さんから譲ってもらった大事なももちゃん、いつもこのバッグの中で眠っているわ。遠慮しなくてもいいのよ。ももちゃんに会いたかったらいつでも会わせてあげるから。私モーソルさんとは仲良くなれそうだわ。今度私のお家に遊びにいらっしゃいよ。私の大事なお友達をたくさん紹介してあげる。そうだ、あなたのこと気に入りそうなお友達が一人いるわ。可愛くてとても素敵なお人形よ。転校してきたお祝いに素敵なお友達をプレゼントするわ。だからお家にいらっしゃい。うふふふふ。おお、面白い話でしたね。でもなんかあれだね、みのりちゃんも多分分かってはいるし、もしかしたらそうね、みのりちゃんみのりちゃんで、そのゆきちゃんがそうだったかもしんないけど信じたくないみたいな感じもあったのかもしんないですね。はい、というわけでございました。めっちゃ面白いですね。なんでこのまま、続けていきたいと思うので、次回以降もねまた見ていただけたら嬉しいです。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。